どうも、かいさこです。どうもです。やさげです。すねです。ゆうじです。以上です。よしとみです。お願いします。さあ、今日なんですけども、こちら小部屋なんですが、はい、よしとみへのドッキリ企画で作った、うん、使った、はい、株を、うん、みんなで食べよう。やだこれは食べなきゃね。そうなんですよ。やっぱりね、あのドッキリ企画で、まあ、純がね、はい、一生懸命作ってくれて、はい、あのまま捨てるわけにはもちろんいかないですし、そりゃそうですよ。せっかくこれ YouTube のいいところでさ、うん、テレビだとなかなかそこって表現できないやん。確かにね。そうそうそう、あの株を使って、はい、美味しい料理を作って、せっかくだったらいただこうと。いや、最高です。それをね、ちょっと小部屋で、公開しようかなと思うんですが、はい、まあ、まずは改めて、はい、吉富さん、はい、どうでしたか。いや、もうドッキリは気持ち悪くなるんですよあれからちなみに1日しか経ってない、はいはい、まず昨日、ね、昨日ですからね、やったから、はい、改めていや、なんかやっぱリアクションとかも、だからそうやってドッキリってなった後は、うん、合ってたのかなとか、あ、そういうことも考えちゃうしなるほどね、はい、でもドッキリかもって思って、はい、確か本編そのメインでも言ってたと思うけど、うん、やっぱ言っちゃうもんなんだ、トンボにさ、言ってたやん、うん、いや、これドッキリちゃいますとかって言ったもん。いや、それ多分僕の本当に至らないとこですよ、本当にあれはね、もう常がね、結構そういうタイプやねそうですね、言っちゃうんですよ、あ、言っちゃう、はい、今までそれで番組でオクラ何回もなってきたりそうよね、だからそう、オクラの方に行っちゃいますよね、だからドッキリって言っちゃうと。いや、だからこの先本当に、まあ俺含めてやけど、うん、何があるか分かんないから、いや、そうですよね。極力これドッキリすかっていうのやめてもらっていい？これはもう NG ワードですよ、もう NG ワード、 NG ワードもこれドッキリすかはだよね、うん、いや、もう不安になるんですよね。だからドッキリであってほしいぐらいの、うん、ああ、僕本当事件だと思ってられたと思った、盗難事件だと思ったそうだよね、誰か犯人が見てるかもしれんっていう、やっぱ怖いなって感じだからずっと歩いてたからねそうそう、なんかありましたけども、まあ、そうなんですよ、前日なんですよ、うん、やっぱり株も古くなっちゃうとちょっとあれなんでっていうことで、そうですね、もう次の日に食べちゃおうってことなんですが、はい、なんとですね、そちらの株をですね、はい、まあ、今回純が全部用意してくれたやんか、はい、じゃあ純がですね、うん、僕が料理しますって言って、はい、今日みんなが集まる前に常がカメラマンやってくれて、はい、2人で作ってくれました。いやー、嬉しい、楽しみ。そうなの、だから今からまずはそこもカメラ回してくれてるから、はい、それを見てもらおうかなと思って、はい、純、はい、うん、と常のクッキング、はい、株クッキングです。こちらでーす早速今から作っていきたいと思います。はい、お願いします、はい、で、使用する材料こちらですね、はいはい、本みりん、日本酒、醤油、うん、本菓子、はい、あと油揚げも入れるんですね。そうなんです、はい、で、あとお塩も使って、はい、で、こちら、うん、株、使った株ですね、はい、はい、でかいですね、でかいです、立派な株なんですけど、純ちゃんの顔と比べても、はい、もう一緒ぐらい、一緒ぐらい、いや、ちょっと分かんない小顔ですしね、こうなったらはい、でも、はい、もうこれも早速洗ってあるんで、あ、洗ってるんですね、はい、はい、もうしっかりここから切っていきたいと思います。はい、まずはどう切るの、これは。はい、この株の葉も使いたいので、うんうん、ちょっと葉のここちょっと、うんうんうん、手前上ぐらい、はい、はい、手前ぐらいから切りたいなと、はい、いきます。はい、よいしょ。おー、はいはいはい、すごいね、ぎっしり入ってますね。あ、しっかりしてるね。はいはいはい、株、うんうん、これで帽子にしちゃった。あ、いらないいらない料理って楽しむもんですね。はい、いいですね。ちょっと調節しながらでいいんじゃない。そうですね。うわ、すごい、おお、硬そう。よいしょ、むっちゃしっかり詰まってんな。うわー、すげえ。はいはいはい、ジョニーちゃん料理似合うよな。あ、本当ですか。うん、嬉しいです。皮むいていきます。はい、え、そういうのもできんの。はい、うまいね。こうやってリンゴの皮むきとか、はい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 、で、結構株、やっぱ皮大きいんで、確かに分厚い、めちゃくちゃ分厚いわ、はい、ちょっと厚めに切りました。うんうん、うん、少し、むずそう、分厚いから。ちょっと分厚いんで。うんうん。はい、じゃあ全部ですね。はい、ここから皮むいていきたいと思います。はい。
切りましたー、うわすごい、はい、すごい量やね、はい、さっき大きい状態だったのを全部皮むいて、うん、でこう皆さんが食べやすいような、はいはいはい、食べやすいサイズにちょっとカットしたんですけど、やっぱあんだけでかい株だと、はい、こんなの量になるんやねすごい量ですよ ね、 すごいね。ただ皆さん、はい、これだけじゃないんです。何ですか今回、はい、スーパーカブ引っかかったというか、はい、もう吉富さんじゃないですか、はい、吉富さんにはこちらを召し上がっていただきたくていやでかいでかい、特別サイズの分厚分厚い、うわでちょっとこう中にこう、はいはい、少し穴開けて染み込みやすいようにして、ね、はい、はいはい、これもいいですね、一緒に煮込んでいきたいと思います。愛車、愛車をねしっかり貯めてもらわないとね、そういうことです、はいはいはい、でこっからどうしていくんですか。はい、こっからですね、うん、こっちの葉っぱも切っていって、はいはい、まあもう使う食材をとりあえず切り終わった状態で用意しておこうかなと、うん、なるほど、はい、5センチぐらいちょっと切っていきますんで、うん、ちょっとレシピ調べてね。あ、そうです、ね、言ってたんでって言ったんで、うん、誰が言ってたんだってなっちゃうんでそうです、はいはいはい、じゃあこのままやっていきたいと思います。はいはい、これから煮込んでいきたいと思います、はい、こちらを煮込みたいんですが、はい、煮込むためにお出汁が必要なんですよ、うん、はい、でそのお出汁はもう作っております。はい、すごくあめちゃくちゃもういい匂い、香りもすごいですよね、うんうん、でちょっと味見もしました。はい、めちゃくちゃうまいです。もうバッチリバッチリです。さすが、はい、じゃあちょっと移し替えていきます。はい、綺麗な色、はい、あいいですね、香りもめっちゃいい匂いする。はい、でそこに、はい、これで、うん、まずはですね、はい、この揚げを煮込んでいくことによって、はいはい、こう揚げにですね、うん、味もしっかりついて美味しくなると、はいはい、いいね、いいですよ。なんか料理っぽくなってきたよ。あ、じゃあちょっと一番、まあね、はい、それ一番時間かかるもんね、はい、一番じゃあ奥の方に、はい、あ、いいですよ、食べていただきたいです、はいはい、ちょっとザーって入れちゃいます。よっしゃー、いいね、あーなんかうまそう、いいですね、うんうんうん、これでちょっとこう煮込んでいきます。はい、でこれは葉っぱはまた後で、株がですね、はいはい、こう柔らかくなって、うん、お箸がちょっと刺さるぐらい、うん、お箸が通るぐらいになってから入れた方がいい、うん、あ、もうほんと最後なんだ、はい、はいはい、さあ今タイマーが鳴りまして、はい、ちょっといい感じになってるかちょっと見てみたいと思います、うんうん、あ、ちょっと見てみたい、はい、向こう側にめくるように、そうなんで手で見えないで、こうめくる、どうだ、あーいいいい、はい、もうこう火止めた方がいいんじゃない一回止めますかね、うん、一回止めて、はいはいはい、ちょっとごめんなさい、これで、うわーうわ柔らかくなってるかな、柔らかいですよこれ、柔らかい、はい、もう触った感じ、あーもう箸で崩れるぐらい柔らかく煮込めてるやん、はい、この株がですねちょっと柔らかくなってからこれ入れるんで、うん、はいはいはい、これを入れてまたちょっと弱火で煮込ませていただきたいと思います、うん、煮込ませていただく、はい、煮込まさせていただきます、はい、お願いしますはい、完成しました。お、完成しましたか、はい、じゃちょっと、はい、うえーい、美味しそう、めっちゃうまそう、はい、よし、しっかり煮込まれてますね。こっから、はい、ちょっとどれぐらいか置くんかな、やっぱり染み込むまでね。そうですね、だから正式には完成しましたではないかもしれないですね、うんうんうん、そのタイマーも鳴って、うん、煮込み終わりました。そうですね、煮込み終わりましたーですね、イエーイ、やーい、はい、はい、だからこれでちょっと、うん、今もう火を止めて、うん、あとはもうこの株にですね、はい、このお出汁がしっかり染み込んでいくように、はい、しばらく待つ、うん、でそれで最終的に味が染み込んだのを、うん、チームのメンバー、はい、そして吉富さんに、はい、召し上がっていただきたいと思います。はい、イエーイ、やったー、ちょっと開けてみようか、はい、これちょっとせっかくやったらより見たいよね、はい、あ、なるほど、これ取るわ、じゃあありがとうございます、開けて、あ、じゃあ、いただきます、これ開けて、はい、いきます、はい、それではカブ、オープン、どうだ、うわぁ、うまそう、すごいそうなやつ、すごいちゃんと、これうまそうやね、めちゃうまそうじゃん、ジュン、はい、ありがとうございます、はいはいはい、これだからあれなんだよね、ちゃんとカブの葉っぱまで使って、あ、すごいそうか、すごいね、はい、あの大きなカブがこれだけの量になったの、はい、少ないね、思ったより、確かに確かに、これじゃあ取っていこうか、
もうなんか旬でるやん。出来たての時はね、多分もうちょっとゴツゴツ、はい、その煮込む前。あー、なるほどね、はい、なってたんや。やばくなって、はい、いい感じになってるんだ、うん、はい、どうぞ。 うまそう。じゃあ俺もよそっちゃいます。これ吉富はちょっと特別な思いになるだろうな。これは泣くまであるかもしれない。泣くまであるかもしれない。染みるでしょうね。染みる。染みる。ちなみに、うん、ちょっと中に吉富さんに召し上がっていただきたい、うん、株があるんですよね。え、うん、え、え、え、どういうこと。ジョンが気を利かしても吉富さん専用株を、はい、うん、どれ間違いに取んないの。取っちゃってないこれ。いやでも多分大丈夫だと思います。大丈夫。はい。どういうこと、どういうこと。見て分かる。入れてあげたら大丈夫。だって先にじゃあ吉富のね、うん、すいません、ごめんごめん、もうちょい早くに言っといてよ。失礼しました。どうぞ純ちゃん。すいません。何、どれどれだろう。何、合いましたね。でやっぱこちらです。え、何、何がどうなってんの。あのむっちゃかぶってるけど、株だけに。あら、あら、あら、よいしょ、うん、めちゃくちゃ大きい株を用意したんですよ。うん、はい、他のものはこれの半分ぐらいのサイズなんですけども、うん、吉富さんにはこの大きいのを食べていただきたくて大きい株を用意しました。ありがとうございます。そんな振りかぶのことちゃう。じゅんちゃん、これね、あの切った時はめっちゃでかかった、はい、そうなんだ。そんなもんじゃなかった。じゃあドキドキしてたんだ。もう旬じゃってて旬じゃってて、どこに行ったの。じゃあ V でもそれ言ってんねや、はい、ごめんごめん、俺ら V 見てないんだよ。じゃあ言ったらいいんだよ、そういうのも、うん、せっかくなら。多分作った時に思ったよりも大きくないからびっくりした。そう、あれと思って。やばい、煮込むとね。そうです。でもね、いいね、はい、大きいのね。あ、すみません、さん、お疲れ様でした。ありがとう。あ、そっか、リュウジの、はい、あ、すみません、うん、俺を言ったらよかった。そうそうそう。はい、ありがとうございます。じゃあ、すみません。これ、葉っぱうまそうやな。葉っぱうまそうね。じゃあ、振りかぶるからね。はい、そうそうそう。なんか、すみません、ハンドルついてんのかな。なんかね。あ、もう一個リュウジの。これはうまそうですよ。リュウジ、株とか食うたことあんの、若いねんけど。いやもう多分ほとんどないと思います。ほとんどない。多分一回もなさそうやな。記憶はないです。リュウジやってんな。リュウジやってますね。いや改めまして、いや楽しみ、はい、まずは、うん、順院長、そして常ありがとう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。せーのがさん、はい、いただきます。うまそうですよ。うまそう。レシ、うわ、柔らか、柔らか、すぐ崩れちゃう。うわ、ほんとだ、めちゃくちゃ柔らかい。いただきます。いただきます。いただきます。おぉ、あ、おいしい、うまっ、おいしい、おいしい、うまいね。おいしい、おいしい、おいしいですね。マジでうまい、うん、柔らか、かぶって柔らかいんだよね。そうか、こんな柔らかくなるんですね。よかった。あれ、うまい。いや、もうちょっと正直、これも疑っちゃったんで。あ、なるほどな。なんかされてんのかな。今これみんな、みんな、みんな食べて見てからちょっと言ったんですけど。じゃあそれで言うなら、うん、それやっちゃダメ。そう。これもダメ。見守っちゃダメじゃん。そうっす。行かないと。じゃあそうっすよね。頼むよ。いや難しいわ。ほんであるとしたら何があったと思う。ドッキリ。いやなんか純ちゃんがこんな株を選んできたのもなんかあんのかなと思う。なるほどね。もう全部疑わせてください。なんか入ってるんじゃねえかっていう株。うめえ。うまっ。ていうかめっちゃめちゃくちゃ美味しいっすよね。めっちゃ染みてる。すげえうまいこれ。食卓にさ、晩ご飯とか、まあ、昼ご飯でも朝でもいいんだけど、一品欲しいよね。うん。いい。うまい。ていうか葉っぱもうまい。葉っぱうまい。美味しい。葉っぱ美味しいです。うまっ。確かに株ってそんな食う機会ないか。ないよ。うん、株の鍋やろうなんてなんないよね、なかなかな、うん、まあこれ鍋じゃなくて、これおそらく要は煮付けやんな。煮付けなんですよ、そういうことか。あの株がでかかったからこの鍋で作っただけで。なるほど、なるほど、はい、煮物だよね。煮物です。煮物か。これちょっと株もちょっと食べたい。あ、嬉しい。まあ、うまっ、うん、おかわりしてるじゃん。いやいや、わかるわかる。いや、うまいよこれ。お漬物のイメージあるよね。確かにそうですね。うん、うん、吉富さんも愛車いっぱい食べてください、ね。愛車。愛車だった。これ愛車ですか。愛車だよ。やめよ。そっちの株。うまい。嬉しい。いや、めっちゃうまい。最高やん。これ揚げはオリジナルで入れたん。はい、
あのあごめんなさい、レシピに書いてあったやつで、なんですけども、やっぱ揚げ物を入れると美味しくなるよって書いてあった。美味しい、ほんとに。漬物ぐらい他なんか株の料理ってあったっけ。でもなんかこういうなんか似たやつ、スープとかね、あ、株のスープ、味噌汁とか、うち株たまに使ってます。え、今も。はい、ちっちゃい株なんですけど。うちっていうのはどっち、実家なのか奥様が。奥さんが好きで。え、株を。はい、株の味噌汁を作ってくる。あ、そう。なんか大根にも似てるんだけども、はい、ちょっとやっぱ違う ね、柔らかい、かなりで、食べやすくて、ありがとうございます。すごいいいね。うん、嬉しいっすね。よかったね。はい、めちゃめちゃうまいわ。めっちゃいいやん。おでんとかも良さそうやん。いいっすね。おでんは向いてないんじゃない。向いてないの。柔らかくなりすぎる、うん、ああそうか、ダメか。どうだろうね、うん、でも煮込み時間は気をつけてくださいって書いてましたね。あ、レシピにはもう本当になくなっちゃうぐらいになるんか。崩れちゃう、ね、ああそうか。おでんの大根もさ、うん、やっぱり大根の方が繊維あるか分からんけど、ここまで柔らかくなんなくない、うん、なんないなんない、こんな柔らかくはない。そうか、難しいのか。じゃあ、何のおでんの具が好きと。おでんトークになっちゃった。おでんトークになっちゃった。いや、せっかくやったら、うん、確かにね、そんなんもあっても。でも、ほんと僕は大根よ。大根が、大根が一番好きかも、おでんので言うと。3つ入れてください。好きなおでんの具を3つ入れてください。うわ、じゃあ、はい、嫁と彼女とおでんに行きました。うん、まだ付き合っている時です。うんうんうん、結婚する前ってことですか。だから結婚してる人たちは、はい、うん、お相手いないのが今、吉富と龍二か、はい、うん、じゃあ好きな女の子との初デートでもいいや、うんうん、だから俺らも奥様方と付き合った初デートでいい、はいはいはい、おでん屋さんに行きました。はい、はいはい、なるほど、はいはい。大将、何々と何々と何々ください。はいはいはい。何頼むの、はい、なんで付き合った時なんすか。気になるな。なんでかっていうと、ちょっとカッコつける人間がいるのか。なるほど。変わってくのか。変わってくのか、どうなのか。なるほどか、これ。変わるか。変わるっすね。まあでも、せっかくおっしゃってるからな。ちょっと一個こういうの乗っけた方が盛り上がるって、はい、上沼さんが言ってた。なら正解ですね。なら正解ですね。どう、確かにそう。なんかちょっと変わる感じもあるかも。なんか。確かに。なんでだろう。少し恥ずかしさが出るかもしんないな。食べにくいものはちょっと変えるとかあるかもしれない。え、それって、うん、一緒に食べるとしてって考えるってことですか。いやいやいや、個人でいい。あ、個人、あ、はい、そうでいいってことね。例えば、うん、これ別にその具材が悪いっていうわけじゃないけど、はいはい、卵ってちょっと言いづらくないですか。いや、なんで、あ、そうですか。可愛いアピールにならないですか、ちょっと。あ、そっちか。いや、それ、言い方とかじゃないですか、それ。言い方っていうことですか。いや、卵かわいいアピール、かわいい、かわいい、かわいい、言ったらそれはかわいいアピールになるけど、うん、卵っつって言ったら、うん、全然大丈夫な感じします。なんかさ、わかんないけどさ、ちょっとツーっぽく見られたいっていう願望ないですか、初デートで。あー、なるほどね、なるほどね。うん、卵と白滝と、うん、はんぺんでって言うかな。初デートの一撃目で。おー、大根入ってないっすよね。え、大根今の入ってないっすもんね。大根は俺入れるもんだって。おー、リアルに。俺多分、そうね、うん、じゃあ大根と筋肉と、じゃあちくわいただこうかな。ベタだな。すげえベタじゃん。今度なんてことはない、なんてことはない、おでんことはない。おって言いたくない。ほら、面白くなったよ。シチュエーションつけたら、そういうことか。そう、今ね、俺お笑い学校やってたんですよ。ありがとうございます。お笑い学校だ。何か一個稼せよ、稼せ、なるほど、くくりをつけてね、作るだけでベタに言う注文が面白くなるんだよ。なるほど、ほら、勉強になったわ。ただつツッコミもいるよ。確かにこの場合ね、この場合、この場合、信頼関係でやってますから。そうですね、どう、3つ。俺でも全然、うん、
そのカッコつけたいっていう、これ正直でいいですもんね、だってね、うん、正直もちろん、うん、俺は、うん、普通に、うん、大根と卵とはんぺんって言いますわ、言い方的にも。それ可愛いアピール、それ可愛いアピールしてますよね。じゃあしてないですよ、絶対してるやん大根と卵とはんぺんいやだからそうか、だから勝手に出ちゃうんかな、その可愛く見られたいみたいなのがあるんかな、自分の中で。確かにあるんかもしれない。でと思うと別にそこは戦略的にやる人間じゃないから、ないけど、でも字で持ってるものがある、持ってるかもしんないですね。なんか、うん、それ言った方がそう見られるんじゃないかって、もしかして思ってないけど、うん、あんのかもしんないです ね根っこに。そうだね、うん、うん、俺でもその3ついっちゃおうかな。で最後はんぺんにしちゃうかもな、言い方的、そのはんぺんってなんか言いたいのかもしれないですねあ、響き的に、でそれでなんかちょっとでもなんかくすってはなんかなればいいかなっていうのもあるのかもしれないな。はんぺんってでも結構あの好き嫌いが出るというかさ、うん、俺あんま食べないのよ、おでんのはんぺん。俺もね、いや俺毎回ねはんぺん食いたなるんですけど、食ってみると、うん、なんかあんま別にだったなっていつも思うんすよね。中盤ぐらいからもうええわってなれへん、うん、なるなるなるのよ、単調というかちょっとね、うん、あったりする。でも毎回はんぺん食いたなんね、うん、なんか、うん、なかったしね、そもそも俺らがちっちゃい時に大阪でおかんが作ってくれたおでんの中にはんぺんは、あー確かに家庭のおでんではんぺんなかったの。東京じゃない、ちくわぶとかさ、うん、あれも東京やん、ちくわぶないな、ちくわぶ、そうなんすか、そうなんすか、大阪ないよね。なかったっす、なかったっす。ちくわぶ、はんぺんもなかったよ、ね、はんぺんもなかったっす。なかったよ、たぶんあるんと思うで。そうか、木島、和歌山あった、いや、なかったです。ほら、関西の方はないんだ。関西多分ないんじゃないか。そうか、あれ関西にならないんだよね、名古屋は。どうしたの、両方ありますよね。はっ、ちくわぶもあるけど、名古屋は味噌おでんだったりするから。うわ、うまっしょ、全然違う、うまっしょ、有名な、まあ今最近どこもあんのかもしれないですけど、コンビニのおでんにも味噌がつく、そう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 。ちょっと味噌おでんトークしようやトークいやいやいや、ごめんごめん、味噌おでん、味噌おでん食べながら、そう、はいはいはい、お鍋トークやったやん、あれまたやりたいなとかね、まあ季節的にもそうだし、うん、味噌、味噌おでんトーク、だからそういうさ、それぞれさ出身地のさ、そういう鍋をつつくみたいのいいやん、味噌だけじゃなくて、岩手だろ、はい、岩手のな、大阪ってそない実は、ああそうか、お好み焼きとかになってくるんだよお前、あ、鍋とか、鍋とかないか、鍋ないですね、関西の鍋ないか、岩手ありそうやん、岩手ありそうな、なんかありそう、はい、多分海鮮とかなんかありそうな感じありますね、なあ、なんか海鮮っていうか、なんか俺はあんなイメージ、あれ秋田県やったっけ、あの米の棒のやつ、あ、ほうとう、きりたんぽ、きりたんぽか、ほうとうは山梨だ、きりたんぽは秋田ですね、秋田か、はい、岩手もあるかもしれんね、うん、さあ、というわけで盛り上がってますおでんみつおでんみつおでんみつ、行くの全員、全員、いや、それは聞きたいよ、スンスンスンって行きますから、食べよう、うまっ、なるほどね、うん、僕行きましょうか、うん、どうぞ、僕、もち巾着、うん、あー、いいですね、お前なんか、ちょっとなんか性欲強そうって思われてたお前勝手なイメージ、あれ勝手すぎるだろ、初手もち巾着は若干あれこの人今日私のことをってなるかもしれない、わからんでもないな、わからんでもない、なんだよなんか完全にもち巾着のこと金玉だと思う金玉これだよ金玉だよ出ちゃったじゃん出ちゃった出てねえよあ、面白い何金玉出ちゃったごめんごめんすみません、餅巾着餅巾着卵をあ、卵を入る、はい、あ、いらんね、あと、うん、すみません、あのちょっとトリッキーなんですけど、うん、韓国おでん、あの長い棒にこんぐらい長い棒に刺さってる、うん、薄い揚げみたいなのがこうなってるんですか、いや知らん、見たことある、それ最近、うん、家で僕食べたんですけど、うん、めっちゃうまいんですよね、それでもおでん屋にないんじゃない、おでん屋にはないかもしれない、え、韓国おでんっていうのがあるんか、そもそも、はい、なんかありますね、じゃあ安武は、はい、
もち巾着と、うん、もう一個ね、卵、うん、もち巾着と卵と、うん、あの韓国おでんってあります？これよ、多分あ初手と初手ね、そう、すっごい性欲強そうなんでだよなんでだよタンパク質取ろうとしてるやん卵で韓国の要素も入れてきてるやんこの人今日私になんかいやいやそれ女性の方が問題ありそうやん考え方がおかしいなあそうかでも頼むってなるとか、うん、え頼むってなったらわざわざなさそうなの頼まないですねそうや大根酢は、うん、もち巾着卵大根酢大根卵いくねよいきますいきます卵はもう美味しいタンパク質取ろうとするこの女どうですかジョアあ僕は、うん、大根白滝、うん、あと昆布、うんおー、昆布渋いねこれがうまいんですよデートであもうあそれこそデートだからこそ昆布いっちゃう多分そうだよかっこいいやんちょっと、はい、ああちょっと通な感じってことほんまはもち巾着行きたいのにはいもち巾着一択ですよほんまはそうなんだけど、はい、ちょっと女性の目を気にしてなるほど昆布はいちょっとそういうとこか通ですねみたいなこと日本酒をちょっと出るんですよね。それでこれがサイ&コーですよ。うわー、サイ&コー。全然思わない。フル恥ずかしい。フル恥ずかしいよ。フル恥ずかしい。恥ずかしい。私はサイ&コー。はい。すごいよね。それを全力で言えるのは純の才能だよ。ありがとうございます。サイ&コーだね。サイ&コーですよ。うん。いやでもいいじゃん。はい。リュウジは。僕は大根と白滝と餅巾着です。え？あら。え？え？大根と白滝？ほぼ安炊きと一緒と。そうや。卵と白滝が違うぐらいで。そうですね。ああ、白滝。あれ白滝か。白滝はい。うまい。わかる。うまい。でも初手で白滝渋いね。やっぱちょっとお前もカッコつけてんのか少し。カッコつけてる。背伸びしてないか。背伸びしてないか。背伸びはしてない。ほんまか？はい。牛筋とか本当は食うんじゃないのか。牛筋も食べたいですね。うん。でも最初はその3つを。ああ。そうか。でもわかるね。うん。吉富さん。いや僕も全然普通ですね。うん。ガンモドキガンモドキガンモドキ。三つとも三つ。デートですよね。お前それサイ&コーやサイ&コーやなんか多分受けへんで引くな三連ちゃん女性ちょ引くんじゃん怖いってなる怖いちょっと体もでもガンモドキガンモドキガンモドキどんどん引いていくこうなるよね怖いってなっちゃうふざけなさ頼むよよしとみでもなんだろう大根こんにゃく、うん、しらたきいいねこんにゃくね、俺、うん、かっこいいと思うなんか、いいかな俺のイメージやけど、はい、こうおでんを知ってるっていう感じがすんねんなんか、でもこんにゃく食うとこ見られるの少し恥ずかしくないですかなんかなんかちょっとなんかなんかなんかブルルルンみたいになるじゃないですかこんにゃくってどういうことそれが恥ずかしいなんかこうこんにゃくってブルルンってなるでしょ分厚いですしね分厚いあれを食べてるそれを食べてる恥ずかしいところを見られるの少し恥ずかしくないですかいやそれは豪快に食べりゃいいんじゃないの、うん、えこんにゃく結構でかいよだってこういう三角とかのやつでしょだっていやさ店によるやろでもさ逆に考えたら、うん、女性がさ、うん、こんにゃく美味しそうバクって食べてる方が可愛くないあーそれは可愛いわ、うん、それはそれは一緒で男子もこんにゃくバクからしプーンガーンブーンってやった方が、うん、そうかバクバクって食えばいいのかそうそうお前はちまってくてあブーンってなってるブルンってブルンってなってるって恥ずかしいけどブルーンって鳴らさんかったよ、ね、あそうかそうかいいですねズネさん僕やっぱりちょっとつけちゃうかもしれないですけど、うん、女性のことをやっぱ考えて、うん、もち巾着もち巾着ウインナーおいお前おい作り上げるお前さ完成さすなごめんなさい
もう僕も出てそれだけ考えてたけどもうねやっさきちゃんとこ行ってからもうそれがもう全然抜けへん抜け抜けほんでもう地巾着2で合ってんのか1個でええやろ厳密に言うと合ってんのかそれ巾着袋は1個でええやろ行こうかったごめんな俺もな見ながら考えてたよ吉富と常どっちが最後がええかなと思って、ね、でもたまには常もケツ行こうからそうですねすげえぶっ込み方やったけどいやガチガチガチなぞガチって言うと卵、ちくわ、すじあーすじね、はい、美味しそう卵ってさ、はい、それこそ俺食い方むずいと思うのよ、うん、なぜならば、うん一口でなかなかいかんやん。いや、一口は無理よ、で噛むでしょ。うん。それこそ、なんか、ボロンって出るやん。ああ、まあまあ。まあまあね。俺、それってどうなんて思うのよ。初デートでね。まあ、確かにな。卵もそうか、むずいか、少し食うの。うん。まあ、この正解はないんだけど。まあ、でも、卵はな、食いたいが、食いたいな。わかります。食べたいですよね。美味しい。そうそう。で、まあ、お箸で切って、で、1個食べるじゃないですか半分、うん、でその黄身がちょっと汁に溶けたそうそうそうあれがね、うん、やっぱ好きで、はいはいはい、ああなるほどねそれをちくわで吸うんですよそれはさもうさ何十年も連れ添った人とやることやややることじゃないですよ誰ともやらない何年付き合って巾着2つとソーセージもやっぱり何十年やった後にあんた何してんのあんたってやんないやんないやんないやんなことすいませんありがとうございました。終わった。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。